フランシスボビーケネディはアメリカ合衆国の政治家。第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディの実定で兄の任命により同政権の司法長官を務めた。1963年11月22日に兄が暗殺された後、ニューヨーク州の上院議員選に出馬して11月に勝利したが、1968年に 民主党の大統領候補指名選挙のキャンペーン中に暗殺された。兄のジョンと共にジャックボビーの愛称で親しまれた。1925年11月20日にマサチューセッツ州ブルックラインに誕生した。ジョセフ・ P ・ケネディ及びローズ・ケネディ夫妻の7番目の子供であった。彼はハーバード大学に入学し海軍に従事した後1948年に 同大学を卒業した。彼は法律職に対する強い倫理観を持っていたが、その成績は最高のものではなかった。その結果ハーバード大学ロースクールに入ることができず、その代わり1951年にバージニア大学ロースクールから法学士を受け、1952年にアニジョンの上院議員選挙戦のマネージャーを務めた。その後、ジョセフ・マッカーシー上院議員によって運営され、 隠れ共産党員摘発の拠点となった上院政府活動委員会常設調査小委員会の下級法律顧問に就任。続いて上院労働福祉委員会に設置された労働作死問題を調査する小委員会、マクレラン委員会の法律顧問となった。1956年以降はマフィアとの癒着権威があったチームスター組合幹部のジミーホッファを 公聴会で追求することでもその名を知られた。1959年、大統領選出馬を決めた兄、ジョンを支援するため、マクレラン委員会を辞任した。アメリカン証券取引所のスキャンダルを捜査しながら、IG ケミーと民事紛争で和解した。ホワイトハウスに立つロバート、エドワード、ジョン大統領となった兄ジョンはロバートを司法長官に指名し、彼の努力に報いた。 ケネディ政権中、ロバートは指紋に応える重要な役割を果たし、組織犯罪の撲滅に尽力、また大労働組合などでの不正を徹底的に追求した。兄弟が直面した重要問題の中には、1961年のキューバでのピックスワン事件、その18ヶ月後に発生したキューバ危機、ベトナム戦争における軍事行動の段階的拡大。 公民権運動の拡大と報復的暴力が挙げられる。FBI がキング牧師を登場する許可を司法長官に要求したことは確実であるが、ロバートがジョン・エドガー・フーバーに対してその許可を与えたかは定かでない。ロバートはアメリカの法執行者で最高の地位についてから FBI 長官フーバーが直接大統領に接近する権利を剥奪し自分に報告させたという。 このことは、ワンマン的なフーバーを激怒させた。ケネディ大統領顧問を務めたセオドアソ連選は、その著書、ケネディにおいて、フーバーがロバート・ケネディを嫌った理由は、ロバートが司法長官としての権限を行使し大統領と、フーバーとの間に立ちはだかった初めての人物だったからだ、と述べている。任期中に発生したピックスワン事件及び、キューバ危機は、 アメリカのみならず世界の情勢を左右しかねない重大な危機であったが、兄と共に対処して最悪の事態の回避に尽力した。在任中の1962年2月に来日。日本外国特派員協会での会見を行ったほか、早稲田大学の大熊講堂での講演も行い、大阪府平方市の日本住宅講談、香里団地も視察した。早稲田大学での講演では、 聴衆の中に若き日の小渕恵三がいた。また、武道家の塩田豪造の演武を見学している。初老の演伝が見せる強さに疑念を抱いたロバートは、塩田より体格のいいボディガードを立ち合わせた。塩田が手を捉えた途端全く動けなくなったボディガードを見て大変感心したという。日本大学の古田修二両理事長から、日大名誉学位が授与された。 人種問題への対処、編集、キング牧師とケネディ・ロバート・ケネディは当時アメリカで大きな問題となりつつあった人種問題にも積極的に関与した。1950年代から1960年代にかけては公民権運動が最高潮に達していたが、それに対抗する勢力も拡大しつつあった。その一つにジョージ・リンカン・ロックウェルの率いるアメリカナ知党があった。 ロバートは、ロックウェルを、陰謀罪で逮捕、起訴したが、有罪判決には至らず失敗した。1962年9月、黒人学生、ジェームズ・メレディスが、ミシシッピ大学に人種を理由に入学拒否される、いわゆるメレディス事件暴動が起きたとき、ロバートは、ミシシッピ州知事ロスバーネットや大学当局者の、説得に当たった。また、1963年に、 アラバマ大学への二人の黒人学生の入学をめぐる問題では、アラバマ州知事ジョージ・ウォレスに対し、二人の入学を妨害しないよう電話で説得した。この時のやりとりはテレビでも放送されたが、あくまでも黒人学生の入学を阻止しようとするウォレスに対し、それでもあなたはアメリカの市民か、と怒鳴りつけた。マフィアとの関係と組織犯罪の撲滅、編集司法長官として、 真っ先に取り組んだ仕事は父親や兄ジョンと関係の深いマフィアをはじめとする組織犯罪の撲滅であった。マフィアとの関係を持つことを躊躇しなかった父や兄と違い、ロバートはマフィアをアメリカの内なる敵と見ていた。そのために司法省内に組織犯罪対策の特別班を結成し徹底的な取り締まりを行った。まず1961年4月4日に 当時全米闇社会でナンバーワンの実力を誇っていたとみられるカルロス・マルセロを強制逮捕し国外追放とした。また、マフィアとの癒着を疑われていたチームスター組合のジミーホッファを背任横領罪の罪で起訴した。この時陪審員の意見が分かれてホッファは方面となったが、この裏にホッファによる猛烈な陪審員買収工作や脅迫があったことを突き止め、 バ審員工作の罪で、再び起訴し、ホッファを刑務所送りにすることに成功した。この頃、マフィアとの関係が深かった父親のジョセフが、主席法律顧問の職を降りるように忠告するが、耳を貸さず、精力的に活動し、結果数多くの敵を作った。ジョセフが忠告した理由は、禁酒法時代に気づいた自分とマフィアの酒の密売をめぐる親密な関係だった。 ジョセフにとってそのことは弱みでもあったからである。さらに、マフィアは上記のようにケネディの選挙の恩人であり、CIA のカストロ暗殺計画の協力者でもあった。ロバート自身がカストロ暗殺計画を知っていたかどうかについては意見が分かれる。また、妹パトリシアと結婚したイギリス人俳優のピーター・ローフォードを通じて知り合い、大統領選挙の際に、 様々な貢献を行い、その後も、ジョンと親しい関係を持っていたフランク・シナトラと、シナトラの貢献人的存在で、ジョンの選挙の際に選挙不正を手伝ってくれた、シカゴのドンであるサム・ジアン・カーナをジョンとケネディ政権から遠ざけた。ジアン・カーナは、シナトラや、ジョンと愛人関係にあったジュディス・キャンベル・エグズナーらを使って、選挙不正への関与をネタに、ケネディ政権と取引しようとしたが、 ロバートは、選挙不正が表沙汰になることを恐れて、治安カーナへの締め付けを一層強め、1963年6月には完全張り込みの対象としていた。その後、司法省、商務省、国税庁を総動員して、組織犯罪の本拠地ラスベガスを直撃する構想を1963年10月には完成させていたが、ケネリィ大統領暗殺事件により中止となった。 ロバートが国外追放にしたマルセロは1962年国費裏にアメリカに戻り司法省の強引な手法を違法であるとして裁判を起こし勝訴した。FBI の報告によれば1962年9月にマルセロは自身の本拠地であるニューオーリンズに全米のマフィアを集めてケネディ政権の組織犯罪潰しをののしり彼らの暗殺を示唆している。 また、ロバートの手により、刑務所送りとなったジミー・ホフハは1971年に大統領特赦により釈放された。1963年のケネディ大統領暗殺事件後、ロバートとジョンソン大統領との関係は良好なものとは言えなかったが、ロバートは司法長官に留任した。なお、ロバート・ケネディは兄の暗殺を知ったとき、 やられるのは私だと思っていたと報道担当秘書のエドウィン・グズマンに語った。ケネディ大統領暗殺後、ロバートはジョンソン大統領の下で副大統領に就任するという考えを持っていた。しかしながら、ジョンソンから閣僚は副大統領に立候補できないと伝えられ、ロバートはニューヨーク州の上院議員選に出馬するため、司法長官を辞任した。 ホワイトハウスにてロバートはジョンソンにとって強敵であったが、ジョンソンは彼が回想録からホワイトハウスでの出来事を削除したことで彼の選挙戦に協力した。その結果、ロバートは共和党現職のケネス・キーティングを破って1964年11月に上院議員に選出された。キーティングはロバートを欧兵な、渡り、政治家として評した。 しかしながら激しい選挙戦の後、ロバートは、ジョンソンとのつながりをアピールすることで選挙に勝利した。ロバートは貧困の撲滅、黒人問題、人種問題に取り組み、貧困層やアフリカ系アメリカ人などからの支持を得る。上院議員としての3年半の間に、ケネディはアパルトヘイト政策下の南アフリカを訪れ、また、ニューヨークの国賓地区、ベッドフォードストイベさんとの成功した。 再開発事業を支援したり、貧困対策プログラムの成果を調査するために、上院委員会のメンバーとして、ミシシッピデルタを訪れた。そして兄のジョンが、自らの政権下で、南ベトナムへの軍事顧問団の大幅増員を推し進めた姿勢とは、一転して、ベトナム戦争の段階的拡大の停止を主張した。その他ハドソン側の情が、喫煙の外毒など、環境問題にも、 積極的に取り組んだ。ロバートは当初現職のジョンソン大統領に対して1968年の大統領選で民主党の指名を狙うつもりだったという推測を否定した。彼は指名選での勝利の可能性を疑ったとともに、大統領選への出馬はジョンソンとの個人的不仲がもたらしたものとみなされることを心配した。 ジョンソンが1968年3月12日のニューハンプシャー州予備選挙でミネソタ州選出の上院議員ユージーン・マッカーシーに対して僅差で新勝した結果を受け、ロバートはベトナムからの即時撤退を主張し、3月16日に大統領選への出馬を表明した。2週間後の3月31日、ジョンソンはテレビ演説で大統領選で 民主党大統領候補としての再指名を求めないことを発表した。キング牧師が暗殺された1968年4月4日、インディアナ州インディアナポリスの黒人街でケネディは警察の危険警告や側近の中止勧告を制止し演説を勧告した。彼は私の家族も白人の手によって殺された。今この国に必要なのは分裂ではない。 今この国に必要なのは、憎しみでもないと、公の場で滅多に語らなかった兄の暗殺について、触れ、即興的で心のこもったスピーチで、人種間の和解を訴えた。全米で暴動が相次ぎ、数千の負傷者と43名の死者が発生した中、インディアナポリスの町だけは、穏やかさを保った。ケネリは、キング牧師の壮列にも参加し、 より一層差別撤廃の活動を強めていく。また、メキシコ移民のキング牧師と呼ばれた、シーザー・チャベスとの深い信頼と、友情、移民の待遇改善への尽力も突起すべきである。詳細は、ロバート・ケネディ暗殺事件を、サンショーアーリントン国立墓地にあるケネディの墓百9 6 8年6月に、最大の州であるカリフォルニアでの予備戦に勝利した、直後の5日、 ロサンゼルスのアンバサダーホテルでの予備選の祝小会で演説した後会場を出るための近道として調理場を通る途中に難民でエルサレム出身のパレスチナ系アメリカ人のサーハン、ベッシャラサーハンに銃撃を受け、うのを損傷、翌6日、早朝死亡した。42歳ボー銃撃の際、現場に居合わせた聴衆5名が負傷したが、全員が命を取り留めている。 遺体はアーリントン国立墓地で兄の墓のそばに埋葬された。この事件も兄の暗殺と同じく謎の部分が多い。サーハンは暗殺動機をロバートが親イスラエル的言動を行ったためと発言したものの、その後銃撃の瞬間のことは覚えていないと発言したことからサーハンは犯行時に何者かによって催眠術を施されていたという説もある。 また、銃撃直前に、サーハンが会話をしていた女性が、その後衣服を事件現場周辺に脱ぎ捨てたまま、姿を消したほか、ロサンゼルス警察がなぜか、サーハンが撃った銃弾のめり込んでいるドアを壊し、また2000枚以上の証拠写真等をなぜか早々に、焼却廃棄して、捜査を切り上げるなど、捜査状況についても、不審とされる点が多い。裁判の結果、 サーハンは終身刑となった。この時代の政治家の例に漏れず、ロバートにも敵は多く、妥協を許さない追求を受けたジミー・ホッファーなどの敵対する大労働組合幹部、上記のように、司法長官時代に対立を深めた、マフィア、KKK 等の白人史上主義者、ベトナム戦争で利益を上げていた、軍産複合体、兄同様リベラルな政治姿勢に反感を持っていた。 CIA などの関与が噂されているが、それを実証するものはなく真実は、やぶの中となっている。死後、日本政府はケネディに対し君一党局実大受賞を追贈した。その後、シカゴの民主党大会では、後継者指名をめぐり、暴動が発生、民主党優位と見られていた、選挙戦は一変する。秩序と安定と、ケネディ政権下で拡大したベトナム戦争の、 早期集結を掲げた共和党のリチャード・ニクソンが右与曲折の末に民主党代表となったヒューバート・ハンフリーをわずか1%の得票差で破り大統領に就任することとなった。ワシントン DC の DC スタジアムは1969年にロバート・カイ・ケネディ・メモリアル・スタジアムと改名された。1998年には彼を記念した特別のドル硬貨が発行された。 1969年7月には、弟のエドワードが、自らの選挙スタッフであったマリー・ジョー・コッペクニーを、ジャパキディック事件で死に至らしめるという悲劇が起きた。ロバートが生きていれば76歳の誕生日であった2001年11月20日、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領とジョナ・アシクロフと、司法長官は、ロバートの業績を称え司法省本部ビルを、ロバート・カイ・ケネディ司法省をビルと命名した。 ロバートは1950年にエセルスカケルと結婚した。エセルはチェコ移民の孫娘にあたり、チェコスロバキア共産党の指導者にしてチェコスロバキア、社会主義共和国のクレメント・ゴット・アルト大統領は遠赤である。彼女は11人の子供を産んだ。最後の子供、ロリー・ケネディはロバートの死後に生まれた。キャスリン・ H ・ケネディ・タウンゼンド、ジョセフ・ P ・ケネディに生意。 ロバートカイ・ケネディ・ジュニア、デビッド・ A ・ケネディ、メアリ・ C ・ケネディ、マイケル・ L ・ケネディ、M ・ケディ・ケネディ、クリストファー・ G ・ケネディ、M ・マックスウェル・ T ・ケネディ、ダグラス・ハリマン・ケネディ、ロリー・ E ・ K ・ケネディの7男4女の父である。マックスウェルは2017年に娘のキャロラインと共に風紀敏乱行為と騒音違反により逮捕された。また、ロバートイ・ケネディ3世、 ジョセフ・パトリック・ケネディ・3世ら孫もいる。さらに、創尊もいる。1954年に妹・パトリシアと結婚した、イギリス人俳優のピーター・ローフォードを通じて、上院議員時代に、フランク・シナトラなどのマフィアと関係の深い、ハリウッド俳優と信仰を持ったが、後に FBI のフーバー長官からシナトラと、マフィアとの関係を忠告されたこともあり、関係を断つこととなった。 しかし、ローフォードやシナドラから紹介されたマリリン・モンローと兄のジョンと共に性的関係を持っていたことが、ローフォードやモンローの家の家政婦のレナ・ペピートーンなどにより死後に暴露されている。なお、モンローとの関係は、ケネリがマフィアと関係の深いシナドラを介してモンローと知り合った上に、ジアン・カーナラのマフィアが二人の関係を知っており、このことを、 マフィアの取り締まりを強化しようとしていた、ケネディ政権に対する取引に使おうとしていたことを、憂慮したフーバーが、ロバートに忠告したことで終焉を迎えた。ありがとうございます。